いのか、上の下になりたいのか、考え方次第で強くも弱くもなれるからさ。こんな写真や。第2回絶対に笑ってあげないクロちゃんの続き。第2回来る。結構前にやったけど、第1回がもう大好評で、いや好評だったね。意外とね、誰もやってないんですよ。僕たちの特許なんです。これなんで俺こんな乗り気じゃねえのかなと思ったら、俺滑ってたわ。翼をください。だしん、いやいやいや、レッドブルね。まあ前回は僕が優勝したというはい、ということで今回なんと現金用意しました。5000円、1人1000円ずつということで、優勝者だけがもらえる。よっしゃー。まあ今回も1人2つずつ写真を用意してもらいまして、まあ、ツイート込みで笑わせていただくという感じでございます。おーい、行きましょう。ちょっと厳選じゃんけんしない？あのね、はい、ちょっと、ね、いいよ。そうだって1番目絶対きついじゃん。でも最初のが有利、うん、写真かぶったら使えなくなっちゃう。そっかそっか。意外と平等だと。で俺意外に作戦があって、意外って言って意外って意外痛くて、ここ3人じゃんけんして、こう時計回りで。なるほど。さあ一緒に行く。じゃんけんぽいぽい。よし。じゃあ僕から。じゃあやっていきましょう。よっしゃー、クロちゃんです。うわーこれ緊張すんだよな。だって俺これ気合入りすぎて、1人2個発表なのに俺5個用意してるから。じゃあ目を開けてください。まあちょっと僕一言申したいなっていう。ああなるほどね。まあツイートです。はいはいはい。一言込みで見てください。はい、はい、こちら。今から異空間のトンネルへ、新たなる仲間探しの旅だし、待ってろ異世界のプリンセス。なんやそれ。やべ、取られた。俺なんやそれ、取られた。よかった。もうこの試合俺がなんやそれ。やばい、見てください、なんやそれです。ルートと言えばさ、がっつりなんか普通のところなんだよね。空間になぜかプリンセスがいる設定もよくわかんない。唯一トンネルってところだけ設定守ってるんだよね。そう、ここだけ。仲間を探してるのに待ってるはプリンセスなんですよ。ぐちゃぐちゃだな。意味わかんないな。よくみんな笑ったんじゃない。4ポイントです。じゃあ大輝さんです。普通に新聞見てください。パパってん、仕事終わったんでタンポポさんは夫婦どこの町行くしんかね。お前夫婦すんな、口臭いよお前。そこそこなの。え、俺そこが一番面白くないの。お笑い苦手な人のツッコミだから。あ、くそまだダメ出しの時間ですよ。じゃあ3人目お願いします。はいはい、はい、新しい歴史に恋出せながまだちよ、我らを夢に、我ら悪い。アクセスすごいな。いやもうシンプルに気持ち悪いなって。見ろ、もう見てってことです。なるほどね。行きましょう。はい。やばいな。これやばい。これやばい。シンプルに気持ち悪いわ。多分これ風呂のやつやろ。なんかここ日常。これはエグい。笑った人。笑いましたね。オッケー、やばい、よっしゃ。いやー強いね。ノリが粘ってくれればよかったのに。じゃあノリさんです。ちょっとねツイートがちょっと長すぎて、これ言いますね。鬼となりて鬼にあらず、泥船だと分かってても冒険しないといけない時がある。大海原に出ると比べる物差しが変わる。それが分かるかい。そこの境界線は自分で決めていいよ。中の上になりたいのか、上の下になりたいのか、考え方次第で強くも弱くもなれるからさ。こんな写真やん。嘘やろ。うーわ、満点。これはすごい。クロちゃんは最高か、ターボーさんがどうなっていくか。よしよしよし。これ強い、これ強いな。久しぶりに山にこもって修行してって言ってるんですよ。はいはい、はい、で、どんな写真くんだろうなと思って。まあ修行ですからね。で、見てみたんです。意味がわからない。こいつやべえやん。まあこれ2笑いです。2笑いかー。ノリしか笑ってない。そう、残念でした。2笑いか。優勝あるよこれ。ここ俺ターニングポイントだよこれ。さあ、はい、やってきました。しましたね。すぐ笑っちゃうと思いますよ。ああ、そうです。見ましょう。なんやそれ。うっとうしいし、2枚目かぶったわ。えっ、俺これだろ。ちょっと一ついいですか。このツイートのリプがすごいなって。はいはい、やばい。ちょっと見てください。どんなとこまで見て。シルダン油ですかっていう。あれ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 、そんなに、あ、そんなに思んなくなかった。あんま思んないし、僕のターンやし。
それな、滑ったみたいな。雑からないから、もう最近すごいじゃないですか。確かに確かに、品川なんかなと思って。アフタートークあるでしょ。ない。しかもなんか滑って、絵みたいな顔してる。2ポイントかな。俺笑った。これ全員笑った。全員笑ったか。笑った。やばい、取られた。優勝じゃ。いや。まだこの2人が全部ポイント出したら、あれのりがないんです。サドンですね。僕とターボさんもないと。ないというか。まあこれは、まあクロちゃんがあのまあ時間の誤り何かをしたと。普通に考えてぶっ飛ばすよっていう、あの僕のこの感じを見てください。仕事途中に3点倒立でトレーニング、時間を無駄にしないようなシーン。え、これどうしたのこれ、3点倒立してる？ゼロという。おい、もうだってもう画面もでかくしてないし、もう。雑かお前。雑だな。恭平。恭平さん。はい、来た。今、乗り越える時期。いいっすよ。よし。まあ、これもシンプルに見ていただきたいなっていうところです。どうぞ。はい。クロちゃんの中にクロちゃんってマジで気持ち悪いなと思って。これ、クロちゃんインクロちゃんインクロちゃん、すっげえな、気持ち悪いなって。思ったです。ゼロです。あぶねえ。死んで。あぶねえ。思ったんです。これ見たの。誰かしら来るだろうな。うん。俺も思った。思った。もう正直フィルターがね、かかってる。そうかそうか。脱落ということ。脱落脱落。よっしゃ、あとは俺しかいないようだな。冷静に後ろ見て。どんな髪型？ええ。そんなんで動画出るやつ？どうしたのじゃねえ。ここだけお前反乱起こして。やっと触れましたかみたいな。はい、じゃあ、のりさんです。よっしゃ、のりさんがマックス。いや満点を出さないと僕の2連覇が決定いたします。そうだよ、のりおもろいからな。5000円かかってますから。もうこれで笑わせてきたのも本物ですよ。確かに。はい、お、来ましたね。あ、ちょっと待って、これささあ、このままどんどん笑わなくなる学んでないでしょうか。これも、オッケー、これでいきましょう。はい、じゃあ、はい、すいません、お待たせしました。まあなんか坊主の芸人さん多いなっていうことで、並んで坊主で撮ってる写真があるんですよ。それをちょっと見ていただきたいな。なるほど、こちらです。でもすごい坊主がね、とりあえず並んでるじゃないですか。並んでるじゃないですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。クロちゃん見てください、いつもの顔してんですよ。一人だけこんな遠いのに。あ、本当だ。やばない、この距離で後ろから2番目っていうやつです。優勝。いや、マジで全然間がありすぎた。ちゃんとおもろかったもん。素晴らしい。いやー、面白い。まあまあ、リベンジは果たせましたね。いや、ダントツの2位です。よし、じゃあ、ターボーさんね。いや、僕もね、まあ、もう1位ないけど、うまく締めたいですからね。おぉ、笑って終わりたい。ターボーさん、もう1個しかない。今、俺の中で正解1個しかない。よし、これ来たらもうみんな笑う。いいですよ。はい。まあ、やっぱね、僕5個も用意しましたからね。はい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 。珠玉の一品ってやつですよ。誰よりも優勝する気でいたんだから。はい、っていうのを踏まえてちょっと見てほしいですね。はい、こちらです。なんか今マジでパンドラ状態。なんか今マジでパンドラ状態。何やそれだ。なんか調子落とすと立て直せないよね。そうだ、俺が言ってたのはもうなんかそれ系の画像で、なんやそれって言ったら絶対全然笑った。あー、何やそれが正解だった。何やそれか。あー、やばい、立ち直れ。やだわ、俺今使おう。ここが LC だということで、まあ僕が優勝でいいでしょうか。あー、おめでとう。まあ持ってけよ、もうありがとうございます。どうぞ。まあ頑張ったでしょうでね、せめてもらいます。なんでやルール変更すな。ちょっと僕ね、これ優勝賞金使ってちょっとあるところ行きたくて。え、カラオケに行きたいだね。カラオケ、僕たちの曲がですよ。おー、なんとカラオケ配信されたんです。よー、おいやね、まあもうツイッターでは言ってあったんですけれど、はい、まあ本当にね、もうジョイサウンドで全国で歌えるようになっていて、実感が湧いてないの。まだ行ってないじゃん、まあ行ってないね。それで行こうよっていう。これ行きましょう。行かない。いいね。ということで、じゃあまあね、その映像はサブチャンネルに流してますので、ぜひチャンネル登録してみてください。お願いします。お願いします。ということで、カラオケ行きましょう。行かない。ベスト。あかん、滑りすぎて体の震えが止まらない。それも滑ってる。時は止まらない、聞いていくだけ。